大熊信幸大熊信幸は、経済学者、評論家、歌人。福田徳造門下。山形県米沢市元加護町生まれ。旧制米沢工場館中学校を経て1916年、東京高等商業学校卒。中学時代、浜田博介や上泉秀信と同人誌を作っていた。1916年日清製粉入社。 米沢商業学校で教鞭を取った後、1919年、東京高等商業学校専攻部進学。1921年、同卒。1941年経済学博士。論文の題は、経済理論における、配分原理の所在並みに適用に関する基礎的研究。1921年小樽高等。 商業学校講師、1922年度教授、1923年病気で、同校を退職。難コインで闘病する。1927年、高岡高等商業、学校教授、1929年から1931年まで、文部省在外研究員として、イギリス、ドイツ、アメリカ合衆国に留学。戦時期は、 政治経済学の構築を、衝動、1942年高岡交渉を、退職士海軍省大臣官房長坂嘱託、1943年、大日本言論法国会理事。小樽交渉で、小林拓二、伊藤誠高岡交渉で、篠原美代平、西川義郎などを教えた。1946年山形県地方、労働委員会初代会長。 1947年公職追放を受ける。1948年、米沢に教育思想研究会を創立主催し旺盛な研究執筆活動を行う。公職追放解除後は1952年神奈川、大学教授。1953年富山、大学経済学部長。1965年、神奈川大、第二経済学部長。 1971年、創価大学教授を歴任した。論壇でも活躍。1977年劇召喚炎のため、米沢市で死去。没後2年の1979年に、大熊の人と、思想、文学、学問上の業績を様々な角度から、検討、研究、整理し、大熊が、問題意識を抱いていた、様々な領域について、 討論の場を設けるために、大熊信幸研究会が発足した。1993年6月には、生誕100年記念講演会が東京と山形で開催され、東京では、板垣陽一が主催者代表挨拶をし、篠の原美代平、大熊経済学の印象、鶴見俊介、国家の二重生と家の二重生の講演が行われた。山形では、 鶴見俊介が姉の鶴見和子に代わり、大熊信之にとっての文学と題する講演を行った。大熊信之研究会は論争社内に事務局を置き2015年6月まで、年に1回、東京で研究会、忍ぶ会を開いていた。経済学者としては資源配分論として、ミクロ経済学の研究を先駆的に行うなどした。歌人としては、 旧正中学時代に、石川拓木の影響で作家をはじめ、時愛家の生活と芸術や、半荒ら,らぎの砦となった日光に短歌を発表を。1927年に公演を創刊して主催となり、丸メラ長と呼ばれるようになる、交互自由立短歌を世に送り出した。歌人としての活動は高く評価されていたが、 出版された歌集は没後観光の全歌集、母の手のみである。NDL オープックによる、坂木原明夫、大熊信之研究会のことなど、出版クラブだより474万2004、大熊信之研究10万1993.12、大熊信之にとっての文学、あ十一万千九百九十三点一例、篠原美代平。 一橋の経済学、戦後に重点を置いて、社団法人、貯水会。ありがとうございます。